ペリとモレの氷河の先端部が崩落しているところ。ペリとモレの氷河の上を歩いているところ。ペリとモレの氷河の先端部を上空から撮影したもの。アルヘンティのノ湖を二分しているのが見て取れる。ペリとモレの氷河とは南アメリカ大陸の南端部に存在する氷河の一つである。この氷河は観光名所の一つとしても知られている。 ペリトモレの氷河は約250平方キロメートルを覆っており、一番氷の厚い場所で約700メートルの厚さがある。この氷河はアンデス山脈の南端部に存在する南パタゴニア表現から流れ出す48本の氷河の一本である。また、この付近にはいくつもの氷河が流れ込む湖として知られる、大体琵琶湖の2倍くらいの大きさのアルヘンティーノ湖が、 存在しており、この氷河も最終的にこの湖海へと流れ込む氷河の一つでもある。なお、この湖へ流れ込んでいる終端までの長さは約 30km である。この終端部では幅約5キロメートルに広がっており、湖面からの高さは約6 0メートルある。さらに、湖面下も含めた氷全体の高さは 1> 約170メートルである。そして、この氷海が1日あたり、約2メートルの速さで湖へと流れ込んでいる。さらに氷河は湖をそのまま進み、ジジ湖の対岸まで達することによって、湖を2分することもある。そうなると、湖の利湖水道側からは、水が流出できなくなってしまうために、湖の利湖水道側の水位だけが、 約30メートル上昇する。この溜まった水の圧力によって、湖を二分していたペリとモレの氷河の先端部分の氷塊が破壊され、水位差が解消するということが繰り返し起こっている。ただし、氷河の流速である1日あたり、約2メートルだからといって、この現象は定期的に起こっているわけではない。つまり、この氷河の長さは、 若干の変動が起こっていることを意味する。それでも、挙手的に見れば、おおよそこの氷河の先端部の流速である1日あたり、約2メートルの割合で、この氷河の先端部が失われるため、この氷河は全身も交代もしていないことになる。近年、地球温暖化の影響で交代する氷河が多い中、 交代していない氷河というのは珍しく、多数の氷河が存在するパタゴニアにおいても、交代していない氷河は、この氷河を含めて3つしか存在していない。ペリトモレノ氷河は、おおよそ難易50度29分、成形73度03分付近に位置し、この場所は、アルゼンチンのサンタクルス州に属しており、この氷河の周辺は、同国から、 ロス・グラシアレス国立公園に指定されている。なお、ロス・グラシアレスはスペイン語の氷河の複数形であり、同国立公園内にはいくつもの氷河が存在しており、この氷河もそんな氷河の一つである。そして、この氷河はパタゴニアにおいて重要な観光資源の一つとなっている。ペリとモレの氷河の先端部を地上から撮影。ありがとうございます。